こんにちは。今回紹介する美少女は山本あずささんです。この動画では山本あずささんの水着画像、水着おっぱい画像、背中ヌード画像なんかのエッな写真を紹介しています。デジタル写真集では水着姿はもちろん、自慢のおへそにおっぱいの谷間をふんだんに見せているショットが多めで、地味もっこり必死です。スレスレしてそうな肌がまたまたセクシーです。動画最後に一番のエッな写真を掲載しています。どうぞ最後までお楽しみください。クロピアアイドルやタレントとして活動をし、現在は結婚を機に芸能界を離れシンガポールで主婦をしている山本あずささんの若い頃のエッな写真をスリーサイズやカップサイズなどプロフィール情報と一緒にお届けします。いいなと思った山本あずささんの写真があったら、高評価ボタンや山本あずささんのこの写真がいいなどコメントで教えてください。結婚後はシンガポールに移住しているという山本あずささん、結婚は2014年なのでもうあっちの生活も慣れっこなんでしょうね。今回は結婚する前の前世紀でバリバリやっていた頃の水着の画像を入れて動画を作ってみました。めちゃ顔で掘りですりながらゼリゴラになってください。もともとトップグラビアアイドルさんの山本あずささん、1981年4月24日生まれで千葉県船橋市の出身。スリーサイズは 80T 星横 83cm、 カップサイズは E カップ。高校生の頃ファッション誌東京ストリートニュースの読書モデルとなり、その後可愛いの読書モデルになったことをきっかけに芸能界、芸能界に入るないなや人気が急騰し、テレビドラマシンディで女優デビューをすると、バラエティ番組への出演やテレビ CM への起用されるなどしています。2002年にはテレビ朝日の妊婦戦隊ハリテンジャーにレギュラー出演をし、さらに人気を拡大させると、この妊婦戦隊ハリテンジャーの映画にもしっかり出演し、スクリーンデビューまで果たしています。以後テレビタレントとしてバラエティ番組に出演をする傍ら、女優としての活動、水着になってのグロリアなど活動の度を拡大させ、2006年にはレナ HK のタイムドアの光明が辻にまで出演をしちゃっています。そんな引っ張りだこな芸能生活を続けていた2014年、実業家の梶原義弘さんと結婚。結婚を機に芸能活動は無期限の休止とし、現在はシンガポールに生活の場を移しているようです。当時は人気も本当にあったように思いますし、芸能活動を休止するのは正直もったいないような気もしました。出産もしているのできっと幸せな人生を送っているのではなかろうかと思ったりもします。 SNS も途絶えているようですし、現在どんなことをしているとかどんな感じなのかは分かりませんでしたが、元気でやってくれてたら嬉しいです。今回はそんな山本あずささんの若かりがし頃に撮ってた水着などの縁な写真たちをナレーションなしで見ていきましょう。いかがだったでしょうか。これからも美少女情報を発信していきますので、高評価やコメントよろしくお願いします。また応援しましょう。